はい、どうも、不明だようです。今回ですけども、7年越しの初復活バッドハートミニ使っていきたいなと思います。もしくは、復活せずに没動画として出してるのかもしれませんが、果たしてどちらなのでしょうか。さあ、まあきっとね、復活してるという期待を込めて今、バッドハートミニの動画を撮っております。はい。で、まあ、この積むはね、2017年10月に、登場した積むで、イベント報酬積むとなっております。で、これね、3体でスキル3のね、スキルマックスになるってですね、しかも1分効率3000枚近く出せてしまうということで、めちゃくちゃ強いです。しかも使いやすいというところで、まあ、そんな積むで、ちょっとやっていきたいと思います。ほんとね、誰でも使いやすいですね。ただね、マイツム運と、コウモリの配置運、これはあります。いやー、大ツムもったいないな。はい。バトミニ使うの結構久しぶりっすね。6000枚出せるとか言いつつ出せないかもしれないですけどね。自分が コイン稼ぎ効率を検証した時には一応6800枚平均なんと出たと。いうところはあります。さあ、それが果たして今回見れるかは分かりませんが、まあでもそれぐらいいけんじゃないかな。いけるでしょ。いや、そこ7チェーン。あー、モアフィーバーいけないんか。うわもう一回スキルループすると思ったんでガーッて消しちゃったけど、それがダウンになりましたね。まあでも6915枚っていう感じで、まあやっぱ強いな。これが2分20秒ぐらいってことでしょう。やばいっすよね。で、これコウモリがさ、やっぱマイノツム消す系になってるんで、まあ今回のこのさ、イベントミッションとかのお菓子とかお化けのあのミッション、ちょっとだるいじゃないですか。これ最適です。マジ最適です。コイン稼ぎながら勝手にクリアできていくと。そんな、感じになってるんで、マジでおすすめ。さあ、さっき6900枚とかだったんですけど、頑張りましょう。いけるいけるいけるいけ。無理かもしれん。下ったな。いや、でもまだ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 チャンスあるよ。全然まだチャンスある。重なりすぎやろ。
けけけけけけ。これね、まあね、ちゃんとね、一個ずつ丁寧に消していくの、消していくのが大事なんですけど、いやでも待望もありがてえ。でも6900万、いやこれモアフィーバーいけたやん、調整すればよかったっすね、もったいなあれワンプレイ目も6900万、まあ、6900万平均ぐらい出てるんか、やっぱなんだかんだで。いやーというね、めちゃくちゃ強い爪です。なんで発祥魚とかでこんなコイン稼げてんのっていうお話なんですけど、超プラスコイン補正が入っておりまして、まあ普段8消去でね稼げるコイン枚数の、まあ、約8倍とか7倍入ってしまうというような、超プラス補正が入っているおかげで、なんとあんな感じで、コインが稼げてしまうという、感じでございます。これが報酬積むってやばくないですか皆さんなので、まあちょっとこの動画出てるっていうところで、まあ復活してるとは思うんですけれども、きっとね、まあもし復活してれば必ず回収しましょう。何分ね、7年越しの初復活となっておりますので必ず引きましょう。もし復活してなかったとしても、まあ、今後このツムが復活した際は、マストで必ず回収しましょうということで、ちょっと認識しておいてもらえたらなと思います。母体確保してね、スキチケ2枚でこの、性能が手に入って、しかも簡単なんでっていうところで、本当におすすめとなっております。ね、先ほど言った通り、ミッションにもかなり、優遇されておりますので、ぜひね、ご活用してもらえたらなと思っております。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは、バイ。復活してるよね。もちろんね。え？